サイズ騒音人いますよね。特に若い人はそういう教育を受けてきたと思います。しかし私たちが感じているのは人種の中国人というものではなく中国共産党を批判しているんです。例えばですね、自分の家庭にですね、いきなり無断で駐車された車をですね、何と言っても出てきてくれない。そしてある日隣人が、隣の家の人がその駐車している男に殺された。そうしたら警察行きますよね。こっちもし警察が動いてくれなかったら武力で自分たちの命救いますよね。これがこの無法者の男が日本人だったらそうされると思います。でもこれが中国人だったら批判してはいけないのでしょうか。私たちは中国共産党がアジアで行っている人権侵害、そしてウイグルやチベットや南モンゴルで行っている大量虐殺、これに対して本当に怒りを覚えています。私たちアジアの同胞がいきなり夜中に暴動のように押し入れられて、息子や娘を奪われ、お父さんお母さんが奪われ、強制収容所に入れられ、幼い我が子が残り、その子が凍死したり餓死したりしている。そしてそのことに抗議の声を上げると行方不明になる。抗議の声すら上げられない。2人以上の集会を禁止され、このような自由なでも外戦行動抗議活動もすることができない。中国共産党がやっていることはこのようなとてつもない人類に対する罪を行っているんです。そして彼らはアジア、ウイグルやチベットや南モンゴルだけではありません。私たちのこの日本を狙っている、勝手に今沖縄のことを、我が領土だと、彼らは中国人民解放軍の正式な機関紙ですね、人民日報でそのような主張を繰り広げています。いいですか。中国の方は優しくしてくれる人というか、自分に利を与えてくれる人、得になる人にはニコニコするんです。彼らは本当にうまい、取り入るのがうまいし、接待も豪華におもてなししてくれる。しかしそれは自分たちに得をする人間だからなんです。全然自分違うグループの人間には容赦がない。同胞同士でも悲惨なリンチが行われる。そして中国の方がこの日本にやってきて何人か集まると、もうすぐ日本は中国の一つの省になる、このような話を平気で行っています。現に中国人による毎週トラック、これに我が国の政府の、野党も与党もかなり汚染され、政治家は親中派だらけになっています。中国の資本による北海道の土地の爆買い、水源地の買い占め、これ本当にひどいことになってますよ。この新宿だって銀座だって、至るところ買い占められています。私たちが気づかないだけというか、情報公開がされてないだけなんです。メディアも相当中国共産党の場の手が及び、言わない、肝心なことは言いません。私たちはそのことに対して抗議をしています。また彼らは尖閣にほぼ毎日のようにちょっかいを出し、領海侵犯をしている。もうはっきり言って仮想敵国なんです。彼らのような仮想敵国に経済的に依存することがどんだけ危険なことか。彼ら中国共産党は隣国を経済的に依存させ、
例えば旅行のインバウンド目当てで中国人を受け入れてた、そういうところの国をいきなり爆買いをやめたり、そういうことをするんです。なので対応申請する、ありがとうございました。